はい、ようこそ豚猫ゲームチャンネル、豚猫です。メタルストームですね、ソシャゲでありますが PC 版も出ているですね、ゲームで、なります。まあ元々は、まあ、ね、もういろいろ出回ってるね、話は出回ってるんですが、もともとはフロントミッションのね、としてソシャゲとして、開発が始まったんですが、まあなんというかね、大人の事情で開発元と、スクエアエニックスが、分裂してしまいましたね。で、まあ継続してそのまま作るよっていうことになって、まあ普通にねソシャゲとして、手を受けたゲームになりますね。いやー、それにしてもかっこいいな。これ看板機体なんです。ちょっとカラリンがちょっと違うんですけど、看板機体でね。あ、後ろのあれだな、これに合わせるか、ちょっとカラーリングをすごいんですよ。これも好き、これも好きね。かっこいいよね、どれもかっこいいのよ。これちょっとカスタマイズしてるけど、これもそのままです。これもそのままフルセットですね。これちょっとカスタマイズしてる、かっこいいね。塗装色を合わせるか、白と何色だろう。エレファントかな、エレファントと、ま、マンゴーじゃない、エレファントとこれがバーミリオンかな、かな、いいかな。エレファントとバーミリオンで合ってるかな。よしよし、これで向き合わせる感じでして、いや、かっこいい。これ看板機体ですね。最初に主人公がね、遭遇するこのローズというね、女性の方がいて、まあなんだろう、物語のキーマンではあるんですけれど、彼女が乗っていた機体でね、いや、かっこいい、超かっこいい。でも若干この辺の、ね、顔つきとか体つきを見ると、まあフロントミッション系で、ね、作ってたので、レフトアライブとかでもね、まあ、こういう形の機体は出てくるんですけど、レフトアライブもね、あれもね、どうしよう、まあ、配信っていうか録画をねやってもいいけど、あんまりね、その地上戦はあんまり面白くないと言ったら、まあでもなんだろうね、あれはまあ序盤までしかやってないから面白さがわからないっていうところもあるんだけど、ちょっとね、癖のあるステルスゲームなので、あれはなかなかね、難しいっていうところがあって、あんまりこうやってはみたけど、ちょっとこれはゲームとしての完成度低いなっていう感じがして、まあね、今でもあのSteamにね、乗っかってるんですが、まあ評価が悪くてですねあんまり売れね、いい評価はもらってないと。もう一個はね、そのフロントミッションエボルブっていう作品がね、10年以上前に出たのかな。あれはあのアクションゲームタイプのフロントミッションなんですけど、あのね、外注したせいで、まあこれフロントミッションじゃないよねっていう感じのゲームに仕上がってます。メカ自体はフロントミッションなんだけど、あの SE とかがなんかトランスフォームみたいな、ウォボボボボンっていう感じの、ウィンウォボボンとかウォン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 みたいな感じの、あの SE でそれ違うでしょって、もうそっから違うんだよね、あのなんか雰囲気が。で、コックピットの中がね、めちゃくちゃ広いっていうね、戦隊もののコックピットみたいな感じのね、コックピットなんですよね、あれ。クソダセーな。いや、戦隊もののコックピットがダサいってわけじゃないですよ。フロントミッションにしてはダサいなっていう感じのね、感じに仕上がってしまってるので。なぜかっていうとね、キャラクターを見せるために、まあ演技をさせるためには、コックピットってどうしても広く作らなきゃいけないんですけど、あとね、そのフロントミッション、リアル系のそのメカってなってくると、やっぱ、なんだろうね、いや、そうでもないか。うん。いや、そうでもない。パトレイバー見習えと言った方がいいかな。だとすると。ね。コックピット狭くても、その、キャラクター描写ってね、やりがいがあるから、あれはもう完全にその、なんだろう。デザイナーの好みがすごい出ちゃっているのと、あと、まあ、それが原因で、フロントミッションとしてのゲームは
なんだキャラ、あの機体の側だけっていうかね、デザインだけで、なんだろうね、部署とかバラバラだったのに、デザインの共通認識ができてないっていうところがあるから、まあアートディレクションが悪かったから、アートディレクターが悪いんだろうなっていう感じだとは思うんだけどね、あれは。うん、これフロントミストンとちゃうくねっていう。これここにタイヤついてるけど、ダッシュするときどうなるんだろうな。このタイヤが下に来るのかな。足元見るとすごいね、機体のね個性がねすごい分かりやすい。これなんか見て、ほらキャタピラでしょ、足元が。ほらもうヘビータイプっていう感じで。でこれがなんか中間の重量機体だけど、軽量機体になればなるほど足元がね結構ほら、はい、タイヤががっつりだったりとかね。一番軽量の機体はこれかな、車みたいなね感じのローラースケートみたいな形になるけど、まあ、そもそもこのなんかローラーダッシュ系のその機体だよね、あのフロントミッションのね、この動くの高速移動するとき、要はボトムズとって言われるタイプと、あのローラーダッシュしていくね、ブーストで飛んでいくんじゃなくて地を張っていく形のね、でもそれでも高速移動するために、あのキャタピラだったりタイヤだったりをね採用しているタイプのメカって、やっぱこのまあ元々がねボトムズからあるねその感じだから、動くときにねギュイーンっていう感じなんだよ。そう、それがねあの表現できてなかったのがエボルブ。もうねダッシュの感覚がね全くね、もう違うって、動かしてる時点で違うってなるから、ね、あれは売れなかったということで、はい、今ねここやりたいんだけど、開拓レベルというかね、あの基本的な私のレベルが足りてないので、武器をね取りに行きましょう。とりあえず2回できる。さてと、右左から行ったから右から行ってみるか。さてと、キャラをどうしようかな。使ってみたいからこうして、私を出しなさい。こうか。でこの二人が回復役だから、いやおっちゃんはいいや、おっちゃんはいい、ポチ連れてこ、ポチ。ポチも自分も準備 OK っす。ポチ、あポチ出てきた。ポチはね、そのまあこれね今キャンペーンで3日やればねもらえるキャラクターなんですけど、回復系のキャラなんですけど、まあ、このポチと一緒にね回復すると登場効果が高いっていうキャラですね。これ私の最初のその無料無限ガチャ、好きなねキャラが出るまでやっていいよっていう。警戒は怠っていません。メリッサなんですけど、彼女も回復系でしたね。ご命令を。まずはその前に、先制攻撃を与えましょう。ちょっと早いな。1にしよう。こうね、ウィーンっていう。一番キャラ多いところに落とそう。相手にとって不足ありません。チャンスを逃さないで。なんか奥から来るのか。さてどうしようかな、まあ、レベルガンは縦に並んでから使うとして、一歩前へ出て、抵抗はやめなさい。あ、やばい、オンにしておこう。ポチを、ポチはこの辺に配属しとくか。
まあ、私フロントミッション自体はやったことがないんですが、そんなねやったことはないんですけど、まあ、こういうのだよねっていうのは知ってるし、動画を見たことあるので、これがフロントミッションやよなーっていうのは重々心配いらないよ言ってる状態でやってるので、やっぱここ単性のねシミュレーションね。うわーポチーポチー、まあポチ竹取ってくれるからな。あのサイズでも結構でかいよな。いた、ご命令を。平和の光はそこに。よっと。はい、相手にとって不足ありません。よしよしよし、いいぞいいぞ。でだ、こいつが厄介だけど、その前にだ、これね、なんだろう、場面を回転することができないんだよね。これなんだ、あーこれか。でこれはいいかな、うん、大体わかるしね。さあどうしようかっていう感じなんだけど、こっち来て止められないよ。やべ、腕破壊ができなかった。私が必要。いやいや倒せたから。縦に並んでいるから、あ、まだできる、ん、縦に並んでるからレールガンでも撃っちゃおうかな。警告はしたわ。V 破壊があるので、まあ両手をね攻撃しちゃえば。縦になる。今のは危なかった。危ねえ。あたいが縦になる。そうだな、どうぞ。一旦下がって。避けられた。戦いがあるところに修理屋アリス。まだレールガン撃ってる。いや取っておこう、レールガン。チャンスを逃さないで。
レールガンはまだあれだよね、チャージできないよね。警告はしたわ。よしよし、腕が壊れた。僕がついてる。足りないからこれでいくか。次が出てくる。ね、うざったいヘリとかをね、片付けたいから。痛い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 。僕がついてる。逃さないで、終わらせるわ。よし、よし。まだガードはいらないかな。どうだろうな。向こうが来る前に倒しちゃいたいな。いや、ここレールガン撃ったらいいだろうな。いいだろうな。じゃあその準備を始めるか。オイルのいい匂い。そうだね。すぐ聞くから焦らないで。いや、ここかな。
おお、いいぞいいぞ、そのまま来てくれ。心配いらないよ。まだ届かないよな、まだ届かないよな。はい、期待には応えます。待て、あー届くかな、まだ待った方がいいな。よし、戦いがあるところに修理屋アリス。6ターン目、次のターンでポチが復活するかな。あー、そっちが先に来るの。このくらい大丈夫です。逃さないで。いけえ。おお、いいな。僕がついてる。あ、下狙っちゃうな。うーん、オイルのいい匂い。ハイパーライフルがなんだろう、大体自分らに任せるっす。体力が高くて、値が縦になお、かつ足とか各部とかを結構狙うんだ。うわー、こいつ回復持ちか。いてー。それで終わりか。ポチ出てこないかな。3ターンごとにポチ出てくるっていう話なんだけど、ポチポチヘルプ、味方ゼパトル8。パッシブ、あ、ポチヘルプまだ持ってないのか。違うわ、特性がまだレベルが上がってないからか、単純に。あ、トントン、あー、ほい、僕がついてる。私が必要。うまい。あ、こいつモブかと思ったら違うわ。モブ兵士の顔してるんだけど、ちゃんと名前ネームだな、こいつ。よく見たら。なんか家庭だと思ったら、やたら家庭だと思ったらネームじゃねえかよ。
ちょどこ行くのどこ行くの。ショットガンの方がな多分。痛い。こっから退避するか。僕がついてる。あ、腕破壊したかったな。抵抗はやめなさい。協力者、これ3人がかりでね、4人がかりか。あ、こんな殴りじゃ。僕がついてる。レールガン持ちだからな。絶対に本体を倒さない限りは永遠と撃ってくるからな。お、あとちょっと。僕がついてる。ボスが出てくるかな。うー、ヘリが多すぎる。ヘリが、ちょっと待って、ヘリを、あ、ヘリは通り過ぎてっただけか。あ、なら大丈夫だ。ご命令を。廃棄。あんまり前行きたくないな。すぐ聞くから焦らないで。自分らに任せるっす。さあ、あ、リリー狙いだ。やめて。やめて、リリーは、リリーが
攻撃の要だから。攻撃するのにリリーは大切だから。と10、いやこの場で自分らに任せるっす。よし、ショットガンと地雷設置装置。警告はしたわ。行くよ。心配いらないよ。覚悟はできてる。すぐ聞くから焦らないで。あーディディー、耐えてくれ。わお、そういう巻き方するの。すぐ聞くから焦らないで。ご命令よ。これはどうです。これ味方にも当たるんだったかな。あ、大丈夫そう。僕がついてる。よしよし、肩壊したよ。私が必要。こっちのもんだ。レールガン発射。警告はしたわ。地雷がどういうこう作用するかはちょっと分かってないからなかなか難しいんだけど。止められないよ。あのガードがあればもうあった当てるでしょう。倍以上の10米攻撃してるもんな。さてと、一回全員でタコ殴りをするか。いや、お相手にとって不足ありません。これフレンドリーファイアなくてよかったな。あ、そんなに痛くない。
なんならこれの1個前のステージのボスの方が強かったな。このなんだフロントミッションだと機体の名前バンツァーっていうけど、こっちは ST なんだよね。その ST なんだけど、ちょっとガタイがでかい ST で、両肩にミサイル、単発ミサイルと拡散ミサイル持ってて、両手にさらに武器を持ってるっていう、要はなんだろう、アーマードコアスタイルって言ったらいいのかな。全距離対応のボスがいて、あれ多分このキャラクターはそのうちプレイアブルになりそうな感じの普通の ST 乗りのキャラクターで出てきてるけど、多分あの時戦ったそのボスのキャラクターはストーリー中に出てきそうな感じがする感じだな。はいはい、やるよやるよ。僕がついてる。もう強力攻撃はほとんどできなくなったかな。回数があるんだかな。エグザ、最強を教えてやりましょう。私が人を褒めるなんてめったにないことよ。悪くなかったわ、傭兵。すごい服だよな。これどうなってんだろうな。あんまりいいのは手に入らなかったね。保存決定と、はい。で、8回いけるけど、あと1回しかいけないんだよな。いい武器が出てくれればいいんだけど。エナジードリンクを飲みましょう。ほいほい。これ持ってたか。わ。ある程度はもう出てこないかな。お、これ知らないやつが出てきた。あと一回。はい。こんなもんだろう。正直ね、こんなんだろう。スタミナみたいなやつの上限が足りない。これがね、不足してるのよ。で、エナジーポットが、その、倉庫じゃねえや。湧いてみ。エナジーポットがね、ここで買えればいいんだよね。結晶か？うん、なんだ、違うな。ストックパック。取引モジュールとかはねあるんだけど、そうじゃなくてここで購入できたらねより楽よ。こっちか。このレベルが足りてないから今ストーリーも進められないんだよ。あ、来た、いけるぞ。ありがとう。これでストーリーが先進める。おお、あ、こっからはもう銃必要になってくるのか。アリーナ行った方がいいかな。じゃあアリーナ報酬、アリーナ報酬もうちょいな、あげたいよな。売店のアリーナの報酬で、ここのね、これがね、アリーナやってればそのうち手に入るよっていうのはね、あるから、これ欲しいんだよな。これ、軽量機だから、軽量機のね、レア度が高いの、いや、強い。操縦士育成。
張チップの数も少ないしな。欲しいんだけど基本的な行動をするためのこれが足りてないもん。200、上限200だけど全然たまんないんだよな、やってると。通常でもね、かっこいいからね。フル。いやー、もう一機欲しいな。もう一機欲しいな。で、これ、軽量機ヘラか。お金2400円投入すればもらえるんだろうけどな。しようかな。今のところね、ちょっとここら辺が購入されてますけど、現在1760円課金してます。760円ぐらいの課金でね、十分遊べるから。お、なんかもらえるぞ。タグはつけられる？あ、タグもついてんのか。タグはレベル4だね。そうか。え、何もらえんのかな。はいはいはい、これなんだ。精度貫通セミオートの、短期間銃も存在するという。ああ、なるほど。機関銃当たって、これ狙撃ライフル。あ、両手の狙撃ライフル持ってないからな。これ2つもらえるんだったらこれが欲しいかって感じかな。ちょっと保留で、こっちの方がレジェンダリーが高い。これはアサルトライフル、狙撃用アサルト。これ何？三段銃。この三段銃だよね。イグニとレックス。なるほど。狙撃アサルトライフル。これはマイク。連射を可能にした、弾倉にスコープが加わり、精度と威力は大幅に。でも一発しか撃てない。80。レールガンは持ってるからな。どれにしようかなっていうかね。まあ、機体をもう一回確認しよう。普段使ってる機械、操縦士じゃなくて機械を見て。あー、そうね。まあ、一個はまあ、ライフルかなって感じはするかな。こいつは確か持ってるのがもうすでに、あれだよね。21だけど、レベルが。エオリアだよね。今回使わなかったけど、まあ、両手持ちのスナイパーライフのディナのね、ストーリーキャラクターのね、これまだレベル14なんだけど全然強くて、これの代替えがそろそろ必要になってきたから、スナイパーライフル、両手スナイパーライフルとね、あとこいつが持ってるのもあれなんだよね、レベルは高いけど、で全然、このナイトメアは、これナイトメア、プレイしてればね、もらえたやつだね、普通に。あれかな？事前登録とかかな？事前登録と、
あとは PC 版ダウンロードでもらえるやつのどっちかだと思うけど、これかなり強くてね、最序盤の方で結構もらえるので、ずっとその アンナさんがねずっとこの機体で持ってるんだけどね、めちゃくちゃ強くてね、この機体もね手に入ってからカッチカチだからね、こいつ、ダメージ受けた時 70% の確率で走行プラス 45% ってことで、ダメージ食らえば食らうほどその火ダメもね、こう液をモジュールとかあるし、カッチカチなのよ。なおかつ持ってる盾もね、強い盾持ってるので、走行値プラス35。だって敵の、ね、格下の攻撃食らった時ダメージがもう一桁台なので彼女がその2ターン防御、2ターン中防御2回できて、で、仲間をね2人ね助けることが、1ターンで2人助けることができるんだけど、大体その敵が狙ってくるのって、そのさっきね使ってたこのノーマルキャラのリリーが使ってるね戦術攻撃ができるやつだったり、スナイパーだったり、スナイパーだったりで回復役だったりっていうのをね優先的に狙ってくるから、一緒に組ませてればねかなり強いし、でまたねこうなんだガトリングとか両手持ちを持っている、両手持ちを持っている確か機体って無条件で強力攻撃発生したかな、操縦士にはついてないよね確かね。うん、あついてるわ、味方が攻撃した対象に強力攻撃発動がついてる。さっきみたいに回復2機とか、あとはもう ここでね、遊撃は狙撃タイプの武器を使用して味方が攻撃した時に強力発生すると、最大1回だけど、回復系と狙撃系かな、狙撃系2回です。この強力攻撃がね発生する味方が一緒にいてくれた方が強いので、うまくねお互いお互いで攻撃し合えば両方から攻撃が発生してね、まあ、強力攻撃のね攻撃能力自体はね低いんだけど、まあ、それでもやっぱり上乗せはさせてくれるから、やっぱこううまくね味方同士で組んでっていうのが、発生した時に味方をダメージ強化状態にする、最大3重複かっこ1ターン1体で1ターンで 3回重複する、だから周りさっきみたいに4人で同時攻撃をするぞみたいな時に協力に参加した味方が3人とも強化されるみたいなキャラとかもいるから、
うまくこう協力体制を取りながら戦う人にとっては強いキャラがいたりとか、まあ、それと逆にその短期で強いキャラだとね、主人公とか短期で強いキャラで、それここで見ればいいかな、次のターン、にね、こうチャンなんだチャンスステップみたいなやつかな、V 破壊をしたりとかするともう一回次のターン攻撃できるみたいなね、破壊行動が挟むと攻撃できるみたいなのがあって、なおかつ腕破壊っていうね、腕粉砕かっていうのを持ってて、で腕を確実に例えば攻撃してぶっ壊したらその次のターンも攻撃できるからまたぶっ壊してみたいな連続攻撃が可能だったりとか、その後にあの移動行動が挟むキャラクターもいるから、これカイは主人公だからね、まあそういうね結構こう自由に動けるタイプのね軽量機体だけど、自由無尽に操作してて楽しいっていうキャラクターなんだ。でディアナが、補助して、でグランが、回復と支援をしてくれるという、この3人がね基本的な話ストーリーで流れていくキャラクターになるんだけど、ちょっと今回はストーリー見せられなかったからね、なかなかちょっとどんな感じなのかなっていうのは分かんないけど、攻略情報とかも入れるね。これ乗るかな、別ページに、あ乗ってる乗ってる、ちゃんと乗るんだ、よしよし、キャラクター攻略情報、いや持たせるよねこれ2つね、そりゃそうよ、現状今一番強いからね、初期の段階で。さっき倒したねチームから武器でもらえるのがこれだったから、でこれ最初のねログインの時にもらえるやつだから、ログインというか始めたゲーム始めた時にもらえるボーナスだから、スタートアップボーナスか、これ2つ持ったら強いんだろうなっていう。ただ現状これ多分今普通に進めてたらまだすぐ手に入るもんじゃないから、なかなかね装備できないけど、まあ課金とかしてね、この機体とキャラが、ローズの機体とキャラがねセットになれば、ディアナ装備させて強いかなどうだろうな、あまあ強いっちゃ強いのか、なんか多分何乗っても強いだろうな、この機体何乗っても強いだろうな、そうだね、普通どんな重量機体でも背中に何か乗せるってなったらこんな感じになっちゃうんだけど、これはね回復系だからね、両手持ってこう背中っていうのはねできるんだけど、ギリギリできるんだけど、普通の機体ってそれができないから、多分ね重量系にはないのか、つけられないのか、なぜか中型系しかつけられないんだったな、これ外しちゃうとダメだっけ、あダメなんだよね、ギリギリなんだよね、でなんか機体もねやっぱこうパーツいろいろこう変えることもできるんだけど、これとかねこれつけても多分ね装飾ないと思うんだけど、これの持ち味の衝撃緩和がね消えちゃうから、これつけ
そうね、これで衝撃緩和のねモジュールがあってつけたらまあいい感じになるのかなってなるけど、このねそのレジェンダリーレベルでっていう話だからね。これなんだ、ワニガメか。なんだろう、基本的に機体はセット状態、フルセット状態の方が今のところ強いかなっていう。まあこれはねしょうがないんですわ。本当はこれなんだけど、これやっちゃうとね、装備重量が消化してしまうので、グレードが上がる武器持ってたっけ？こっちじゃないかな。持ってるとしてもないか。なんだろう。あれかな、本来持つ武器じゃないからかな。シールド持ってるとシールドが優先されてダメージを受けるようになるから、なんだろう、反対かな、こっち側に乗せ替えて持たせるっていうのもありかもしれない。それでいくかな。変更してこれを外してこっちに、これ単発だよね。反発ミサイルじゃなくて今ロケットの方が、あ、ジロチョーか。外しても重い。弱くなっちゃうけど、こっちの方が軽いから。それが単発にするか。150、まあ一度にうまくまとめちゃえば3、4機115か115のダメージを一発で当てられるっていうから、まあ強みっちゃ強みだよね。最初無課金でもらえる子なんですけど、ミサイルの、長弾ダメージが増える。まあロケット積んでるけど、これが欲しいな。ああ、敵の攻撃が届かないところからの攻撃が一番嫌だからね。両方つけることもできるんだけどね。そうすると確かね、そうすると元々の固有スキルのこっちだかな、装備中の転戦術タイプの武器が1種類の時、ダメージ 10% と弾薬が2つで、AP っていうアタックポイントね、ポイント回復も持ってるから、いや強いんだよね。これ無視して、ね、ミサイル2つ肩に単発ミサイルとロケット積んで後方からチクチク
攻撃するっていうね、飽和攻撃をするっていうのもね、やり方によっちゃできるけど、そういうキャラじゃないから、ちょっとね。でも確かレールガンも使えるようになるんだよね、彼女は、うん、レールガンの射程が1伸びるっていうのがある。さすがにね、こう腕武器を排除して、腕武器外して後ろにレールガンをつけるのは、まあ無理よなこれできたらなかなか面白いけどね。700はさすがに無理だよ。この機体じゃなくて、こっちのね XR だったらね、多分やろうと思えばできるんじゃないかな。あ、乗らないか。あ、乗る乗った。単発に特化してるけど乗ったよ。まあね、そんね、まあマップ兵器に限った攻撃しかできなくなっちゃうから、だから近づかれた時の反撃、なんだ、反撃か、いいのか、反撃ができなかったね。さすがにちょっとね、確かに強いけど手数が落ちる。いや、主人公機って感じの機体だよな、かっこいいな。ストーリーが進むにつれて、そのうち主人公がこれ乗れるようになるとかなったら胸アツ展開なんだけどな。ST に登場時、中型 ST 回避ダメージが増えるだから、軽量しか乗れないからね。よし、まあとりあえずこの辺で終わりにするか。いやー楽しいね。スカウト、なんかスカウトしてみるか。せっかくだから配信の終わりだからスカウトしてみるか。あー、3つまでしかいけない、残念。4つまでいければね、4つまでいければ10連できたけど、あ、残念だな。カタログ取り寄せを1回だけやってみるよ。これ1回やっても多分1パーツしか手に入らないからね。これ4パーツか。銅、脚部、右、左で。で、あと6個手に入る。で、6個のパーツはバラバラで手に入るから。1回やると、そうだね。まあ、腕が出てきて、ラッキーとかね。そういう感じだけど。ペットで出てくる方がね、やっぱ お得というかね。なんか出てきてくれた達成感があるから、基本10連以外は回せないね。うん、腕とか足とかがちょいちょい出てきてもね、レア度高い出てきても、やっぱこうセットスキルっていうのがねあるから、なかなかできないよね。いやー、よし、いや強かったな。うん、いや使い勝手よかったわ。はい、とりあえず今回はこれにて終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。